英語だけじゃなくて他の言語も面白いなって思い始めて、これから声させてもらいますんでよろしくみたいな、こうないですか？いや、そんな恐れ多くて。え、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。前半にね、こう感情曲線を使って、まあ、今尾さんのこれまで教えていただきました。で、ちょっとまあいくつかこう質問をね、こうちょっとさせていただきたいなと思って。2回のやっぱり留学、はい、きっかけとしてはすごい大きかったねと思うんだけど、その言語というか英語のコミュニケーションに衝撃を受けたのか、その、まあ、将来的には何て言ったらいいんだろう、こう英語じゃなくても他の言語でもいいから、その、外国人とコミュニケーションを取りたいと思ったのか、それはどっちなのかなと思って。当時は、やっぱり英語を使って外国の方と日本の方がコミュニケーションを取るという場面に遭遇したので、英語に興味があって、それでセブ島に行った時も、結構世界各国いろんな国から、いろんな国籍の方が集まってて、その人たちもみんな英語を使ってコミュニケーションを取られていたので、やっぱりその時は英語もちろんね、そうだね、にとても、魅力を感じていたんですけど、大学生になって、第二言語を学び始めて、今は中国語をやってるんですけど、中国語が面白くて。本当、はい、へえ。それで英語だけじゃなくて他の言語も面白いなって思い始めているところです。そうか、いや、それを聞きたかった。そういうことなんだな、それともう一つね、その、まあ、英語を使ってね、これからどんなことをしたいと思われてるのかなと。はい、私は2度の留学経験を通じて、その外国の方をサポートすることにとても興味を持って、私が他国に行った時にその他国の現地の方にとても助けられたので、今度は日本を訪れてくださった外国の方をこうサポートできる職に就けたらいいなって考えてます。はい、具体的には、ホテルのスタッフとか、あと空港のグランドスタッフとかになりたいなって思ってます。ね、まだ1年生だもんな、先が長い。留学もね、その3回目の留学になるのかな。次どこに行きたいとかっていうのってありますか？ニュージーランド。ニュージーランドね、カナダ行ってみたいなって思ってます。カナダは結構私の周りにも留学に行った経験を持つ人が多くて、すごくいいよっておすすめをされるので、行ってみたいなって思ったのと、ニュージーランドは私がオーストラリアでホームステイをさせていただいた、ホストファミリーが、ニュージーランド出身で、そうなんだ、のホストファミリーが本当にすごくいい方 でニュージーランドの話も聞いていたので、ニュージーランドにも行ってみたいなって思いました。そういうことですね。ね、行けたらいいですよね、両方ともね。あともう一つね、その、リーダーズカフェという、ね、団体に参加されていて、その、自分がねこうなりたいっていう人にこう出会ったみたいなことをね言われてるんですけど、もう少し具体的に聞かせてもらえないですか？自分 その思っていることだとか意見とかをもうどんどん自分で発信して、でそのすごくディスカッションの場を盛り上げて、でも皆さんとても話をまとめるのが上手だなって思ってて、話をまとめるのが、すごく私もそういう風に場を回せるようになりたいなって思いました。そうかそうかそうか。やっぱり今まではそういうことをやる機会があまりなかった？機会がなかったというよりは逃げてたので、避けてきた部分があるので、やっぱりリーダーの仕事に、ね、なっていくと思うんですけど、今尾さんもリーダーにはなりたい、どういうふうに思ってますか？やっぱりリーダーは、かっこいいし憧れでもあるので、リーダーにはなりたいなと思うんですけど、でもこれまでの経験上自分はリーダーにはそんな向いてないなと思ってて、でなのでそのリーダーというよりはそのリーダーが一番に頼ってくれる存在っていうか、リーダー
を一番に支える存在になりたいなって考えてます、うんうん、そうか。何かあれ、これまでにそういうリーダーを支えてきた、例えばその、卓球部だったっけ、部活であったりとかっていう時にそういうことがあった感じ。はい、うん、私はもうその部活動のメンバーがすごく大好きで、うん、その人たちをもっと上の大会に連れて行きたいっていうか、もっと勝ってほしいっていう思いが強くて、うん、それで自分のためというよりはみんなのために頑張っていたっていう感じがあって、うん、その時の方がすごく楽しかったし、自分の力も自分が持っている以上の力を発揮できたかなって思うので、うん、自分はその誰かのために頑張るというか誰かを支える立場の方が向いているのかなって感じました。そうそう、まあ、一方ね、それはもちろんその間違いなくリーダーをサポートするということは大事なことであるんだけれども、一方その自分がリーダーになるとなったらまたこうちょっとやることが変わってくるというか思うよね。で、まあ、最初にそのさっきね、自分もできればリーダーになりたいというね風に言ってくれたんだけれども、じゃあ自分がリーダーになるにはね、今やっぱりこういうことがまあ課題だなというか、こういうふうなところがこうちょっと足りないなと思ってることとかっていうのはあったりしますか？はい、もう圧倒的に人をまとめる能力、うん、です。リーダーってやっぱり頼られる側じゃないですか、まあまあまあね、うん、だから今の自分には欠けているなって思います。そう、まあこれからの大学生活でもいいけど、はい、この1年ね、まあこれをちょっとこう集中してやりたい、頑張ってやりたいみたいなことってある？将来に向けて。将来に向けて、うん、いろいろ挑戦できるのって大学生活が最後だと思っているので、だからこの大学生活の間にできることは全部挑戦して、うん、いろいろな経験を積みたいなって思っているのと、うん、とリーダーズカフェで、うん、本当に私が目指す人物像の方が育ってらっしゃるので、その方たちからの知識だったりとか技術とかを、まあ、盗んで自分のものにして、うん、将来後輩ができたりとかしたら、うんうん、私いつも憧れるばっかりで、はい、誰かに憧れてから物事を始めているので、うん、自分もその誰かに憧れられて、うん、憧れられる存在になれたらいいなって思ってます。素晴らしいです。じゃあその憧れられる前にまず先輩を超えようじゃないですか、ね、このね動画多分今尾さんの先輩もたくさん見てくれてると思いますけれども、はい、宣戦布告をするじゃないけどいやその恐れ多くて、いやいやそんなことない、こうそういうメッセージないですか？これから声させてもらいますんでよろしくみたいな、こうないですか？これから先輩方から技術をたくさん盗んで成長していきますちょっとね無理やり言わしたみたいな感じでね、申し訳なかったですけど、ありがとうございます。今日はね、ありがとうございました。これからも頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。ありがとうございました。どうでしたか、やってみていただいてね。ずいぶんこう最初というかね、前から緊張すると言われてましたけど、終わってからどうですか？いや、なんか喋り始めたら全然なんか楽しくて、なんかむしろ喋り足りないなってぐらい。いや、今回お話いただいて思ったんですけど、うん、私って喋ること好きなんだなって思って。喋ること好きよ。好きよって僕は言うのもないけど、うん、ファシリテーターデビューがないこれね、早くね。私ファシリテーターめっちゃやりたいんですよ。ねえ、もうそれやな。もうそれもう試験終わったらやろう。はい、うん、やったら宣戦布告やな宣戦布告好きなんですか？宣戦布告好きやねん。そう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 